え、ドリンクオーダーお願いします。えー、生ビールに、あと、イグザイルにでーす。あー、ごめんごめん。えっとね、レモンサワーにってこと。<laughs> え、ほら、イグザイルってレモンサワー好きなんでしょあれ違った <laughs> みんなもっと笑っていいんだけど。<laughs> あ、あれイグザ l ルじゃなくてエグザ l ルっていうのか。<laughs> 教えてくれてありがとうね、森田くん。<laughs> 坂本さんは今、大学生だっけあ、じゃあ、何かのサークル入ってるのテニスサークルとかさ。あー、あー、ごめんごめん。あはは、そうだよね。大学生って聞いたらすぐ、何のサークル入ってるのって聞くのは、おじさんだよね。はは、それはそうだ。勉強になります。<laughs> ありがとね、坂本さん。<laughs> みんなよかったらこれ、草津温泉行った時のお土産。甘いもん苦手じゃなかったら食べてね。あ、高橋さん。 お土産食べたあ、食べた森田君もあ食べた <laughs> あれおかしいな一個も減ってないぞ <laughs> 若いのに遠慮すんなよ <laughs> お吉永さんどうしたおあお土産ねあ <laughs> はい どうぞあいえいえどういたしましておはようみんなおはようどうかな髪染めてみたんだけど <laughs> メッシュとかも入れちゃったりして <laughs> 坂本さんどうかっこいい松潤みたいになってるかな <laughs> えっ超絶ダサい 変わらず厳しいな、坂本さんは。<laughs> いやでも、正直に言ってくれて、ありがとう。勉強になります。<laughs> あ、マッピー。三番宅にタバスコ持ってってもらっていい。頼んだマッピー。<laughs> <laughs> すいません、お先休憩入りまーす。最悪なんだけど。え、あのおっさんにマッピー呼びされちゃってさ、もう超キモかった。 いや、武田だよ、武田。おっさんつったら武田しかいねえじゃん。いや、みんながマッピーって呼んでるから真似したんだと思うんだけどさ。いや、お前にはその呼び方許可してねえから、みたいな。マジ鳥肌立ったわ。<laughs> んあ、見た見た。あの髪の毛もやばかったよね。いや、メッシュっていつの時代だよ、みたいな。てか、髪の毛とかの問題じゃねえから、もうすべてがダサいんだから、とりあえず今持ってるもん全部捨てろ。ははは。 マヒルさん。<laughs> ちょっと聞きたいんだけど、どうやったら少しでも若々しく見えるかなあ。もう髪の毛は染めちゃったから、あとは服装とかなのかな。ああ、やっぱり服はどこで買ったらいいと思う。あ、吉永さん。あ、ユニクロとかでいいんだ。ああ、そっか。ああ 一緒に買い物行ってくれるの本当にああ <laughs>、お疲れ、吉永さん。ああ、ごめん。<laughs> いや、吉永さんの私服あんまり見たことなかったからさ。なんか本当今時の大学生って感じなんだね。<laughs> ああ、えー、もちろん、すごく可愛らしいと思うよ。 今ってこういうこと言っちゃうとセクハラになっちゃうんだっけ <laughs> え、<laughs> 俺なんか面白いこと言った <laughs> えー、血のパン、えー、ブルーのシャツ。で、中が。ああ、ごめんごめん。<laughs> あいや、今日吉永さんに選んでもらった服の組み合わせどれとどれを合わせたらいいかっていうのをメモっとかないと忘れそうだったからさ <laughs>。ああ、そうだね。 忘れたら、吉永さんにで聞けばいいかありがとう。あお腹減ったよね。ちょっとなんか食べいこっか。今日雨降るって言ってたし、その前に早く行っちゃう。ごめんごめん。行こう。<laughs> はあ、吉永さん、本当に良かったの。こんないつも俺が行ってる居酒屋で。もっとおしゃれなカフェとかの方が良かったんじゃないの <laughs> そうか。いや、でも今日は本当にありがとう。 いや、おかげで俺も、久しぶりにデートの気分味わえたし、楽しかった <laughs>。あ、こういうのもセクハラになっちゃうんだっけ <laughs> いや、でもほんとさ、他のバイトの子たちはみんな俺のこと嫌ってるし。なんで吉永さんは、買い物を付き合ってくれたのあー、雨降り出しちゃったねー。すぐやむかなー。 は今、なんつった好きって、俺のことを頑張ろうかな今日は、それは昨日の続き。枠状を詰まった、崩れかけてを、残場の電車を食えばな、集団に乗った帰りは、歴史んな夕方です。急には、いつが食べたい、真夏日、外はテカテカしてま、ワわちし、だから、付き合えるわけないじゃん。20個は離れてんだよ、20個。 関係あるの吉永さんが良くても世間様が許さないからそんなのは。世間様は世間様だよ。誰とかじゃないの。あ、ほら、雨ももう止んだし、そろそろ帰ろう。お父さんもお母さんも心配するよ。あ、お父さんはいないのか。 でん hey b ヘッ y イビー、r b ベイ y ー、ヘッ b イビー、いつも財務を先に進めないのは、こんななさまざ、きついサイズ、主物がさ、スリーワインズきめは俺らしゅう。今日はやる気はないって、ラッキーアイテムを持ったい